はい、それでは、ブースのご紹介をいただきたいので、こちらのブースのお名前と、個人のお名前をお願いします。はい、このブースが札幌大学の X スポーツ部っていう部活のブースと、隣がロハス&デザインっていう部活、学校内にあるスケートパークを手掛けてくれた製作所のところですね。はい、と名前がスケボー特待生の斉藤修太です。斉藤さん、よろしくお願いします。それではお名前お願いします。中村瑛太です。普通に今部員として入学して活動させてもらってます。よろしくお願いします。学校にスケートパークがもうあるっていうことでいいんですか？はい、学校の施設の中にスケートパークがあって、もともとプールだったところを改装して、そこをスケートパークにして活動場所にしてますね。実際部員数とかはどれくらいいるものなんですか？部員数は約だいたい今30名ほどいて、それにプラスでプロのスノーボードのコーチとか、スケートボード紫スポーツのライダーの方とかがいて、そういう人たちに教えてもらいながら、普段放課後に活動したり、土日に活動したり、スクールをして子どもたちにスケートボードを教えたりして、基本的な活動としてますね。これはちなみに一般の方来られても滑れるパークなんですか？滑れないですね。あくまでも札幌大学生のみ仮装が可能ということで、あとはイベントとかにそういう大会とかがあれば滑れるっていうだけですね。なるほど。じゃあもうプライベートパークとして練習を毎日できるような施設ってことですか？そうですね、基本的には自分たちしかいないので、自分たちが毎日やりたい技を練習したりとか、そういうふうに本当自分たちがプラスになるような場所でしかないので、ぜひなんかスケートボードしたい高校生とかがいたら来てもらって、もうスケートボード漬けの大学生活じゃないですけど、勉強もしつつっていう両立を一番うまくできる場かなとは思っております。実際あれですね、冬はスノーボードもすぐできるし、環境的にはもうベストなのかなと思います。そうですね、やっぱ横乗りをしたいっていう人にとっては、まあ、北海道っていう地もありますし、あと札幌っていうのもアクセスがいいので、スケートボード、スノーボード、あとはサーフィンとかもできます。ちょっと素朴な質問なんですけど、冬にパークって実際もうどれくらいの気温でやってるんですか？あったかいんですか？あったかくはないですね。実際パークの中の温度は10度は下回ってますね。たまにもう0度に近づくことも日によってはあります。ただまあ外に比べればっていうところですか？そうですね、外だとやっぱアーケードとかそういうところ、溶けているところでしか滑れないので、屋内のやっぱ風もないし、でいっぱい人動いてたらだんだん暖かくもなってきたりするので、まあ今一番活動しやすい場所ですね。じゃあぜひこれを見てる全国の高校生のスケーターたちに一言メッセージをお願いします。スケートボードとかをしたい高校生のみんな、ぜひ札幌大学でスケートしてください。上手くなったら特待生っていう授業料が半額になったりする特待制度もあるので、それをぜひ参考にして待ってますので。わかりました。じゃあ一言ね。スケートボードをメインで活動してもいますけど、スノーボードをして夏はスケートボードでオフトレとかで、冬になるとパークエアとかそういうの出たりしてる子たちもいるので、スノーボードサーフィンに興味ある子たちにも来てもらえると盛り上がって嬉しいです。よろしくお願いします。ぜひ皆さん札幌大学を、選択肢に入れてみてはいいんじゃないでしょうか。よろしくお願いします。